教えて、テンシーズ。こんにちは、ナッセです。ついに教えてテンシーズもこれで最終回。みんな、今まで見てくれてありがとう。第1話から第24話までプラチナエンドを私たち天使が解説してきたけど、楽しんでもらえたかな。最後はちょっとびっくりしたけど、私は未来くんが幸せになってくれたから満足。プラチナエンドの物語はこれでおしまいだけど、またどこかで会えたらいいな。あなたにとっての幸せは何だろう。あなたも幸せになってね。それじゃあ、またねー。